ここはミュージシャンが夜な夜な酒を酌み交わし、音楽談義に花を咲かせる秘密の隠れ家鈴子。さあ始まりました、鈴子ナイト。昨年6月以来の第3弾ということなんですが、ここに僕と一緒に立ってくださってるってことは、はい、今日は進行役。はい、できる限り、はい、進行できるように頑張ります。本当ですか。はい、じゃあ一緒にこう助け合って、うん、そうです、はい。チャットモンチ完結がこれが初仕事なんですか。そうなんです。最初にこれうん、なんかリハビリみたいな感じで、うん、あと、はい、魚がね、魚おいしいって聞いたお店が、はいはいはい、だから食べに来たっていう。あ、ご飯食べに来たんですか。はい、そういうとこもあります。仕事しに来たらご飯もすごいおいしいですから。僕チャットモンチーさんもずっと聞いてきたんで、今日来てくださって本当に嬉しいです。ありがとうございます、はい、じゃあまず一番最初のこの進行役として、はい、僕が鈴子ナイトというので2人で、スタートです、うん、それでこう番組が始まるということなんで、わかりました、やってみましょうか、はい、それでは鈴子ナイトスタートです。皆さんもしミュージシャンじゃなかったら何をやってたと思います？自分で。俺小山さんあんまイメージわからないっすよ、ミュージシャン以外の。その小2の時からだから、それで、あ、歌手になりたい一直線で、だからでもたまにそういう質問あるから、何やりたいだろうなと思った時に山小屋経営だなと。あ、そうそうそう、山がちっちゃい時に両親に連れてってもらって、はい、長野の山とかに登ってたんで、結構この名物の山小屋とかあるんですよ。なんかあそこに行ったらすごいいい景色があって、うん、スイカが食べれる、あ、なんとかだけの山小屋とか、なんかそこだからそこで自分がやるとしたら冷やしトマトと、うん、けんちんうどんと、うん、いいですね、メニューとかちょっと考えたりして今もやりたいみたいなあるんですか、うん、いや、ね、ちょっと副業的な感じで。いや、それはちょっと無理かなという。だからなんかもう本当にいよいよ音楽がダメだとかなったらちょっと、山登りとかそういうことは今も、まあ、たまにですけど、うん、山登りは好きです。そういう、なるほど、意外というか、言われてみたらなるほどとはなりますけど、田辺さんはあります？ミュージシャンじゃなかったら。すごい驚かれてましたけど、そういう話してましたよね。なんで急に聞いてきたんだよ。これでこのまま歌に行くのかなと思ってた。油断してました。そういう歌になるのか。一応皆さんに聞こうかなと思って漫画家とか、なんかあるじゃないですか、小学校1、2年の頃は本気で超能力者になれる、はいはいはい、水に打ったり修行したりけどだんだんそれは、ね、ありえない。違うで、はい、探偵物とかの探偵、はあ、はいはい、探偵似合いそうじゃないですか。そうですか、うん、気配消してこう、うん、で小学校の高学年ぐらいになると漫画家とか、でシンガーソングライターというものを知って。なるほど、そうなんですけど、結局僕一人でやるものに常に憧れたところがあって、逆にそのまあ話長くなって今しないですけど、バンドとかそのグルーね、コンビとかそれを選ぶのと一人を選ぶっていうのは何なんだろうなとか思ったり。ピン芸人さんもいらっしゃるじゃないですか。そこどこで決めん、どこでどう、そうですね、うん、決めんだろうなっていうことは。なんか僕も一人って発想なかったですね。なかったんですか。ピン芸人の方がちょっと異質というか、二人が当たり前だ。僕らぐらいの世代では、もっと上の方は分からないですけど、うん、僕らぐらいはなんとなくコンビでやるみたいなイメージでしたけどね、うん、変わってる人多いなっていう風に、ピン芸人の方は、あ、そうなんですか、はい、そんな気がしますけどね。一人ずっと僕バンド組んだことなくて、ずっと二十歳くらい一人なんですけど、けどすごく憧れるんですよ。
あ、グループでやることバンドとかデュオとか、はいはいはい、コンビとか、うん、けどやってない。あ、でも大変なとこ。大変なんです。あ、大変なんです。でも真剣になるほどやっぱ一人になるのかなって。うちの場合はどんどんみんな冗談じゃなくバンドやるようになってくると結果必然的に一人になるしかないねっていう、それぞれお互いがってなったんですよね。妥協したくないってことになってくるんですよバンドやってて。でそうするとなんかね、表現作ってると3人で、うん、うまくいってる時は化学変化が起きて自分でも想像できなかったこれだみたいなってなるんですけど、なんか、うん、俺はこれが作りたいのになって、でメンバーもこれ作りたいのになっつってそうならないことが結構出てくると、うん、何で一緒にやってんだっけみたいな、これ妥協じゃねえかこれみたいな。で別に仲悪いとかじゃなくて、うん、なっちゃったっすね。うん、今なんか大変やなと思いながら聞いてたら、僕もよう考えたら相方ニューヨークです。めちゃくちゃすごい近い状況でしたね。ちなみに柴田さんもしミュージシャンじゃなかったらやりたかったことありました？僕多分作る側にいない気がするんですよね。なんか、うん、その漫画とかが好きなんですけど、はい、漫画のなんか漫画褒める人みたいな。褒める人あレビュアー的な、はい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 、書評家というか、なんかそういうのを志してそうな気がします。音楽だけなんですよね。なんか一時文章とか書きたいなと思って書いてたんですけど、なんかやっぱやめちゃうんですよね。モチベーションがなくなっちゃって、でも音楽消えないというか、でもすげえ退屈だなって何もやりたくねえっていう時も結構いっぱいあるんですけど、でもなんか続いてやっぱ音楽作りたいなとか勝手に出てきたりとかする、はいはい、それ以外でもそんなに表現欲求はない。なるほど。柴田さんこう好きなものに対してすごくまっすぐ好きって言うから、柴田さんが勧めるものってなんか見たり聞いたりしたいなって思うから、確かに嬉しいでしょうね。その商標化とかになってたとしたらね。いやでも本当にすごいものって本当にすごいんですよね。信じられないんですよ。こんな、なんで一人の人間の脳みそのサイズってこんぐらいじゃないですか、うん、実際物理的に、うん、こんぐらいのがその人間全体をもう表現しちゃってるとか、もうそもそも小説の中とかって登場人物なんか十何人とかいるでしょ。宇宙全体、そう、宇宙がもう世界が宇宙があるわけじゃないですか、うんうん、なんでこれが作れんのそれって思いません？なんか、いやでも音楽も音楽がそうじゃないですか。でも音楽って割と、しかもロックミュージックって割と自分のことというか一箇所だけだったりとか、そう、うん、狭い話して不変に突き抜けるみたいななんかイメージなんですけど、小説とかと僕漫画家の先生もめちゃくちゃ尊敬してて、なんでこの脳みそが地球のサイズを超えるのかっていうのが、確かにめっちゃダイナミズムあって、しかも絵も描けて、そうもな、うん、でもこのサイズっていうところじゃないですかやっぱり、はい、あの問題は、うんうん、何にもなかったら何にもないなって感じじゃないですか、うん、はいはいはい、わかります？言うてること。ゼロだったら地球にも何もならんっていうことですよ。そ そうなんかズルンってしてないからかな。ちょっと待って、あの脳が、そうですギュッてなってるって。あ、なるほど、そうかあれめっちゃでかいものがギュッてなった結果なんじゃないかな。表面積はでかい。そうかそうか、宇宙ぐらい。そう伸ばしたらすごいこと。伸ばしただって血管も伸ばしたらめちゃくちゃ長いっていう。そうです、ものすごい密度ってことですね。そうです密度と濃度がこの中にあるっていうなんじゃないかってちょっとだけ思いましたけど。小山田さん、柴田さんはどうですか、そのやめようと思ったタイミングとかありました？音楽をやめるっていうのはないかもしれない。なんかこう無気力になることはしょっちゅうなんですけど、気力が足りない、もうなんかもう、何もやりたくないみたいな、酒を飲むぐらいしかないみたいな、そういうしょっちゅうなんですけど、まあ、結局こういつの間にか音楽に戻ってくるというか、
辞めると嫌になることはないですか？そのうん、なんかね、あ、結構短いんですよ。 あるけど、ある1日2日ぐらい調子悪い時で、うん、2日ぐらいかな、だから立ったら自然とまたやりたくなるから、僕はそんな感じかな。ありますか？話聞いてて、いや、おこがましいんですけど一緒だなと思って、ないんすよ、その辞めたいってことはなくて、それしかないから、その自分をその輝かせる手段というか、はい、音楽しかないから。いやけど、その例えば曲書いてるとどうしても評判のいい、まあ皆さんの場合ではヒット曲とか、うん、でそれがこうあって、どうしてもそれを超えるものを作らなければいけないっていうプレッシャーってないです、うん、でその時にそれを答えられない自分がいると、うん、本当に やめたいというか、やだな、やめようかなみたいな、辛いというか、逃げたくなったりだとか、そう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 、そういうのってな、そういうのもないですか？ヒット曲そんなないもん。いや、でもまあ、マイナビバイクでさ、あれ、あ、まあでも、その自分が理想の姿があって、うん、こうありたいなとか、うん、こうなりたいなみたいな、こういうかっこいいやつになりたいなっていうのがあって、それになりたいんですよ。で、だから別にその周りのなんかお客さんとかが、この曲なんかそんなでもねえのとか、あと実際そのセールスがそんなにいかなかったとしても、まあショックはショックですけど、はい、けどそれよりかはその、あ、俺がかっこいいと思えればもうそれが一番美しくて、スタッフの方からのプレッシャーとか、あ、ないっすよ。あ、ないんだ。うちはなんか優しいんですかね。すごいですね。アホなのかわからんですけども、そのお客さんの反応が全然気にならないかっつったら、それは気になるんですけど、うん、でそれでめっちゃ落ち込んだりとかもするんですけど、けど本当はだからこれだっていうのが毎回かけてれば、今回俺歌詞嘘ついてねえなとか、うん、一個もズルしてねえなとか、完全に思ったことだけで書いたなとかとかやれると好きになれるんですよね、自分を。俺今かっこいいわっていう、他のやつどう思ってるか知らないけど俺かっこいいわって。でそれを唯一できるのが音楽というか、常日頃はやっぱ自分に自信がなくて大っ嫌いだからね、自分の。そこの女性の前とかだとクソなんで、だから今女性の前だとクソなんで緊張して全然喋れなくて。男子校ですか？男子校じゃないんですけど、一応共学だったんですけど。男子校です。僕も男子校です。あ、僕も男子校です。ちょっとあの男子校出て何年か女性コンプレックスじゃなかったですか？ああ、なんかどういう風に喋っていいか分からなかった。でもみんな克服しますよね、とか言って。で女子と2人で酒なしで入れます？それはないですよ。なんか共学で普通にあるようなそのジュースの女子と男子の回し飲みみたいなやつも、それ普通大人なってんのに、なんかずっとドキドキしてる。あれバカみたい、バレるかもしれないみたいな、なんか俺だけドキドキしてるのバレる、めちゃくちゃ気持ち悪いやつだ、どうしようみたいな、普通にせな普通にせなみたいなのがしばらく残るんですよね。はいはい、ないからそんな環境が、はい、どういうきっかけでそれ克服できるんですか？克服できないまま来てて。完全にはでももう無理じゃないですか、そのこの人だけ大丈夫とか、うん、いるんですね、はい、この人だけ大丈夫。まあ、じゃあ俺出会えてないのかな。女の友達はいますか？いや、あ、いるのはいるんですけど、うん、二人っきりは絶対避けますし、二人っきりになって俺やっぱ用事作って逃げるし、必ず酒入れ作って酒入れていく時とかもやっぱあるんですよね。逆に美化してる、美化というかすごい女性に対して思い込みはもうあると思いますし、あとそれもあるし、自分がやっぱ女性に対して無能だっていうのがすごいもう刻まれてるんですよ、ね、なんでですか？まあなんかいろいろあって、で今こう頑張りたい女子とか
いたとしても、はい、もうなんかその女子が遠くで別のなんか男の人と談笑してるだけ俺汗出てきちゃってなんでそれどういう感情ですか？それね自分でも分からなかったんですよ。なんで俺汗出てんだろうと思って、うん、やばいやばい汗出てきちゃう、やだやだやだと思って、うん、よく考えたら多分めちゃくちゃ気持ち悪いんですけど、うん、その俺一人でいる時は脳内でその好きな女の子となんか仲良くしてるのよく考えてるんですよ、うんうん、でも現実を見せつけられてるわけですよ、うん、俺なんかじゃなくてなんかよく喋れるような男と喋って談笑してて俺と喋るときは全然笑ってくんないみたいな現実で見せつけられて多分恥ずかしくて汗出てんじゃねえかなと思って、その脳内の妄想ではなんかあの子と仲良くできてるくせにで歌の中ではなんか好きだとか言ってるくせに現実突きつけられるとクソみてえななんか喋りもできない目も見えないみたいな、はい、汗まで出ちゃうみたいな。翔太さんの場合そういう大変ないろんなそういう感情とか感覚みたいなものもこう歌になっていってるイメージありますもんね。そうですね、それでそのようやく救われるというか、そうですよね、歌にできたからよかったって自分をこう好きに初めてなれるみたいな。なるほど。次回の鈴子ナイトは夜も深まりお酒も進んだアーティストたちがさらにディープな音楽談義を展開。鈴子の夜はまだまだ終わらない。鈴子ナイト後編もお楽しみに。